どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに最強のスラッシュバスターモンスターをねなおフラグ、お見舞いしていきたいなと思っておりまして、何を使っていくかと、まあ、新パックによって、まあ、ものすごい量の、スラッシュバスターバスターモード関連のカードが追加されているんですが、今日の主役アーカナイトマジシャンスラッシュバスターさんです。このモンスターですね、一言で言うのであれば考えたやつバカ効果を説明しましょう。まずアーカナイトマジシャンのバスター化なんで、アーカナイトマジシャンをスラッシュバスターバスターモードとか、あと新パックで登場したこれバスターモードゼロとか、こういうのを使うと変身して出せるよっていうモンスターなんですよ。でアーカナイトマジシャンスラッシュバスターの効果がですね、そもそも、全部っぱします。特殊化に成功すると魔力カウンターが2個置かれますよ。でかける1000ポイント攻撃力アップしますよってことで2900に一瞬なります。でカウンターを2個取り除くことによって相手のフィールドのカードを全部破壊すると。強いですよね。ただですね、そもそもですね、アーカナイトマジシャンで破壊するんですよ、2枚ぐらい。だからね、あんまり噛み合ってないんですよねこれあんまり噛み合ってないですよ。破壊してから全部破壊するんで、これね、まだね、そのなんかなんだろうな、全部墓地も含めて除外するとか、そういうなんか超強い効果だったら使う、道あったかなと。まあそれは強すぎるような気がするけど、あとなんかハンデスつけるとかね、なんかいろいろそういうのあったと思うんだけど、なんかね、フィールドのカード全部破壊するんですよ。これ結局アーカナイトは2枚破壊した上で破壊するから、なんかね効果かぶってんですよねちょっと効果かぶってんですよ、なんかその破壊というところで。あんまりね、その辺がどうなのかなっていうのと、あと、こいつが破壊されると、墓地のアーカナイトマジシャンを1体特殊召喚できますよっていう効果ついてるんですけど、アーカナイトマジシャンって特殊召喚に成功しただけではカウンターが乗らないんですよ。シンクロ召喚に成功しないといけないから。だからこいつ破壊されるじゃないですか、で墓地からアーカナイトマジシャン帰ってくるじゃないですか。これね、帰ってきてもカウンター乗ってないんで、400、1800のバニラなんですよ。バニラやばすぎんこれ誰が考えたんだよこれ。カウンター乗せてやれよ、どうやってんだよ、なんて日だそして、こういう効果を、まあ、うまく使っていく、ように組みました。今回は、どういうギミックになっているのか、ですね、出し方がいくつかあるんですけど、フォーチュンレディギミックとか、あと、ま、あの太陽の神官とかトリッキーを使ったりとかするギミックがあるんですけども、これが一番ね強かったですね。使ってて黒翼の魔術師、このモンスターがもう太古のカードなんですけども、バスターモードって名前が記されてるんですよ、効果名に。だからリフレクターで釣れるんです。でこいつ魔法使い族なんです。だからこのアーカナイトマジシャンって、中南以外のモンスターに魔法使い族が指定されてるんで、結構ねバスタースナイパーっていうモンスターがいないと結構厳しかったんですけども、これを墓地に送ればリフレクターで釣って、アーカナイトが出るんですよ。でこれじゃあ墓地に送る方法は何ですかと、皆さんねもうよくわかりますよね。はい、何でしょうか。そうです、愚かな埋葬です。愚かな埋葬をしましょうレベル3なんでね。で愚かな埋葬をしてこれ送っといてから、ほんでこのリフレクターで釣って、7シンクロして、さらにバスターモードもサーチもちろんできるからね、リフレクターは。で、バスターモードセットして、まあ、もしくはバスターモード0があれば手札から出せたりもするんでね、まあ、こういった動きをしてアーカナイトマジシャンを活躍させていくというデッキになってます。で、底出しからでやっぱりどうしても辛いのでシンクロデッキなんでね。なんで、このコズミックサイクロンとか、これはもちろん宇宙の法則っていう、このサイキックリフレクターを必ずサーチできるよっていう1000ポイント減るとね、こういうスキルと合わせるためにこれ入れてるのと、あとそこらしかナディアを回避するっていう意味ではこの禁じられた清掃、これもめっちゃ強いし、あと打点補助にもなると、相手の800ポイントダウンさせるんで相手を。なんで結構強いからこの辺も入れているという感じですね。はい、早速悲しき戦士。ちなみにさ、これもハルが言ってたんだけど、アーカイトマジシャンになんかカラーボールぶつけたみたいな見た目してるよねって言ってて、確かにって思っただからカラーボールマジシャンっていうデッキ目にします。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クロノスデメージ戦中よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ手札はいいですね。手札は非常に、まあちょっと黒翼の魔術師が手札来ちゃってるんでちょっとあれですけども、バスタービースト OK、 バスタービースト OK、 古代バスタービーストね OK なんでもありやな。もうあいつ
もうさ最近もうネオスとかじゃなくて本当リフレクターさんがほんとどのデッキとも寝すぎっていう問題が発生しましたね。最近では、低層階ゆるすぎヤレチンリフレクターと呼ばれております。まあ言われてますというか、まあ今俺が考えたんだけど、ドロップ戦争系、とりあえずネオスフュージョン行きましょう。ネオスフュージョンの効果発動、ちょっと手札からいっちゃうちょっとめんどくさいんだけど、まあしゃあないわな。ネオスと、いや多分だけど、ね、知らないんじゃないかな。相手が3枚か。ダブルサイクロンとかあったらちょっと逆にめんどくさいんだけど、ギャラサイとか、でもギャラサイあったら伏せるか。あーでも清掃わら勝ち割れんのもそれはそれでめんどくせえんだよな。どっちにしても出てきたら清掃打てないかっていうか、そもそもだけど、そもそもだけど、あのあれがあるから、フォーテスだから、とりあえずもう知らないことにかけて、知らないことにかけてこうするしかねえ俺は。でもネオスの耐久力でなんとかしてくれる。大丈夫だ、耐えろネオス、多死量頑張れネオス、この役に負けるんじゃねえ、耐えろ。あちょエレコンだけマジでやめて。あオッケーで、リフレクター、こあやばいな、スクラップドラゴンですか、あやばい、スクラップされて、フォートレス破壊からの、ネオス破壊されてネオスフュージョンで除外で、リフレクターで、あでもギリ知らないか、ギリ知らない、多分生き残ると思う、多分ギリギリ、いややばい、ちょやめろって、強いって、これ清掃伏せとけよかった、またそっち、あそっち、なるほどそっちか、スクラップドラゴンではない、なるほど、なんかセーフ、なんか耐え。あ魔法除去、そっちの方向、そっちの方向性、そっちのパターンの方向性、やばい、もう手札引いていると、なるほどスクラップドラゴンは持ってないパターンなのかな、もしかしたら、なるほど、いやーこれ強いですね、非常に。待って、耐えますね、ただ耐えます、ネオスフュージョンで耐えていく、ライフが残っていく、あぶねー、ロッキーもやってくれたな、今からここは俺の独断状とかすで、スキル発動する必要がない、まさもどけ、サイキックリフレクターを攻撃表示でしょう、バスターモード2枚入ってるよね、バスターモード2枚入ってるよね、バスターモード2枚入ってるよね、あ、入ってるわ。バスタービーストサーチしてきて、で、あ、でも別にいいのか、あれだ、国欲蘇生してるから別にいいんだ、どっちでも、よし、OK、で、バスタービーストを蘇生すると思ったか、そんなカードは蘇生しないで、現れよ、国欲の魔術師、そして国欲パイセンをレベル3を上げて特殊召喚、こいつは魔法使い族なんだぜ、行くぜ、レベル6。国欲どうちゃらこうちゃらにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、魔術師の魂は交錯し神秘の扉は開かれる、魔力暴走神器の召喚、現れよアーカライトマジシャン、そしてアーカライトマジシャンの効果発動、カウンターを2つ置いてさらにそれを取り除き相手のフィールド上のカードを破壊する、マジックオーバードライブ、さらにこの効果は一旦自動制限はついていない、もう1枚破壊だ、マジックオーバードライブ、シャオラー、カードを1枚セット400で400で、セットセットバトルいけー、400の大ダメージ、ターン終了400の大ダメージ、さあ来るか来るか、やつが来るか、スナイプストーカー、強い強すぎ、バトルフェイズ、お前ですか、バトルステップ自分よろしいですか、あざすバスターボール、俺はアーカライトマジシャンをリリースし、アーカライトマジシャンスラッシュバスターを特殊召喚、くらーれしょらーしょらーどやーうおー月の発動は宇宙の法則、そして赤いのマシャンスラッシュマスターの効果、カウンターを2つ取るとき、てめえのカードを全部すべてこの世から消し去っていく、この世から消し去っていく、しゃあバスターモードゼロサーチ意味ないけど、そしてサイキックリフレクターの効果発動、
バスターモードを相手に見せることによって、これはエヴァリーですね、レベル3、国有化の魔術師をレベルを3つ上げることによって特殊召喚、うおレベル6、国有化魔術師にレベル1、サイキックリフレクターをチューニング、妖艶なる覇者の光、今工作し運命の扉を開かれる、導け決して抗えぬ絶望の未来へ、ダークシンクロ降誕せよ、フォーチュンレディエヴァリーかっけー。さあお相手の方、石津下選手、絶対暴食風や、暴食風やめろってマジで、暴食風とかいうクソインキャスキルマジ謹慎しろよどいつもこいつも暴食風いじやがって、クソ誰が、とりあえずブラックセットする、とりあえずアーカライト出してんすよ、俺アーカライト出してんすよ、アーカライト出して、いやマジでバスターモード破壊しないで、俺がだからバスターモード破壊しないで、バスターモード破壊しないで、俺がちょやめろってボケが、クソか、クソ誰が、クソがよ、ナイトショットじゃボケ、セット、ちょっと口悪くてすいませんね口が悪くてすいません、セット、あーもうこれなんだ、ナイトショット入ってるセットセットか、ちょわかる、墓守とかな、墓守とか、どっちにしても墓守だったらほっとくともっとやばいことになるから、多分ですけど偵察者かなんかなんじゃないかな、墓守増えてるんですよね、なんてかっていうと今知らないがめっちゃいるからなんですよね、これちょっとセットしないと多分死ぬよね俺、これセットして、でバトルですね、多分ですけど、あやっぱりね、読み通り OK で、これはだから出てくるのが、まあなんか適当ななんかモンスター出てきて、まあそこまで読んでました、 OK でブレイブネオス効果でネオスフュージョン持ってきて圧縮、 OK、 2体処理しないでお願い、2体処理しないで、2体処理するのやめて、ちょとりあえずこの松江っていうモンスターは墓守をリリースすると1体破壊するっていう効果持ってるんですけど、あの墓守リリースで墓守破壊、墓守リリースした破壊っていうのが1体に何回もできるんで、結構ね連打するんですけど、ネオスフュージョンじゃねえや、ブレイブネオスさんが、オッケー、ブレイブネオスさんは結構強いんですよ、これ破壊やつあるんで、あまあでもバックかこれは、どう考えても、あま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 あオッケー、これでもう一回破壊されても多分なんとかギリいける、いや大丈夫、多分ねブレイブネオスさん勝てえからいける、ちょっとブレイブ誰とでもネオスさんが意外と硬いから、オッケー、でもう一回破壊、オッケー、でセットカード破壊ですか今度は、オッケー、どれですか、セットモンスターですか、怖いでしょうねセットモンスターが、おーよし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 、いいぞ、餌に食いついた、餌に食いついたぞ、大丈夫、多分このターンでは知らねえ俺は、あマジかあいつ、え何これ、何が出てくんの、えでも5種類いないのまだ、クインテッドだけマジやばいから、あ2体か、あ移動者、移動者だか、オッケー、日本全土測量パンチ、日本全土測量パンチ飛んでくるけど、異能者効果でサーチ、オッケー、バトルフェイス、オッケー、耐え、いや、ネオスさん、あざす、ナイス、あそこかじゃねえや、再生が硬いネオスさん、いやー、ナイス、硬い、いける、で、次ね、ブルーナク出せば勝ちなんですけども、ブルーナク出せば勝ちなんですけど、そんなことしません、僕はサイキックリフレクターを攻撃表示で、召喚していきます、そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスタ、あそういうことはバスタービースト送れねえや、ちょいいや、バスタービースト関係ねえわそんなもん、でこれ効果と何、あバスターモード、えこれって、あそうか、手札からもいけるんだ、そうだ忘れてたわ、手札からもセットできる、じゃあ先にサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけて墓地の国境力の魔術師をレベルを3つ上げて特殊召喚、まあ、これはどっちでもいいや、こうだな、でレベル6、国有化の魔術師にレベル1、サイキックリフレクターをチューニング、魔術師の魂は交錯し神秘の扉は開かれる、魔力暴走シンクロ召喚、現れよアークライトマジシャン、そしてアークライトマジシャンの効果発動、自身の魔力カウンターを1個取り除き、相手のフィート上のカードを破壊していく、ドリャー、もう一丁マジックオーバードライブ、そして墓地の
バスターモードゼロの効果発動手札のバスターモードをセット。シャオラー来たこれバトル大ダメージ400の大ダメージそして2600の大ダメージ。まだ俺のバトルフェーズは終わってないぜ。リリースしてデッキより現れよアーカイドマシャンスラッシュマスターマジックテンペストでよー遊戯王最高。さあお相手の方、お筋肉マンじゃないですかこいつの筋肉どうなってんだよ。そんなに狂気いらねえだろ絶対。まあ必要だとするんだったら右腕のあれだ、上腕二頭筋だよ、デュエルディスクのためにな。そんなに胸筋絶対いらねえから。こいつの胸筋マジでほんとアーノルド・シュワルツェネッガーかみたいな胸筋してますよね。もうそんなにいります。おレベル7なんだ、エフェか、あエフェだな、オッケー。何さつんだ俺、何デッキだ、ちょこのここまでわかんねえんだよな、何デッキか。一切魔法使い属系のデッキなんかな。アロマガーデンだったわ、アロマガーデンか、なるほどアロマね、はいはいはい、オッケー。アロマでエンフェ、エンフェでアロマさ強えな、なんかそれはそれでなんかちょっと強そうだぞ。あ強え、あ強え強え、これワンドローじゃん、強っ。さらに召喚権増えるよこれ、強っ。あ召喚権増えねえか、あれまあまあまあどっちもいいや。なるほど、とりあえずビジョン、クソだなこの手札、ゴミかす手札やなこれ。ビジョン、まあ、ビジョン、ビジョンか、ビジョンか、エンドじゃないかなこれ、一回エンドで、ああなるほど、ワンドロー、いやこれ強えな、このワンドローひたすらされんの結構つれえぞ。やべえ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 、ちょっとまあ一旦これ伏せすぎかな、これ伏せすぎるとねビジョン使えないんですよね。いやじゃあ強っ、アロマージジャスミン強すぎ問題、うわそれはやばい。これはね、あのね、回復すると魔法トラップ戻してくるっていうやつなんですよ、やつは。なんでそれはほっとくとマジで魔法トラップ永遠に戻され続けるんで、さすがにこいつはほっとくわけにはいかないから。でもこれ結構辛いんじゃない、もうそこらしされたら意外と。だってでもあのあいつがいるか、なんか貫通してくるもんか、やばい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 、うわーって強すぎ、強すぎやな。またこれあれですか、アロマガーデン張ってまた回復ですか、で打点上げるみたいな。え、これマジで俺死ぬんじゃね、大丈夫、これ打点上がってなんか2体で攻撃されて死ぬんだけど。アロマガーデン、オッケー、いや、強え、最強すぎんだけど、これ。毎回500バン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 上がってくな。で、さらにワンドローボンボンされんだ、これ。これほっといたらやばいぞ。なんだコカバックアップじゃあやばすぎ、何このデッキ強っ、アロマガーデン、いやあ、なるほどね、4000にするのね、天才か、お前は。お前は天才かよ、遊戯王うますぎだろ。バトルフェイズ、まあ、とりあえずこれで一回横にしていく。え、でも、一応、あいつは突破できるんですよ。ビジョンがいるんで、あいつ来れば緑色のやつが来れば、ちょ、ゴミかよ何してんだよ、かんな、おめえマジで眠ってろ、お前はすっきりボケか。ほんまさ、こいつら手札にきすぎやんだよ、そうかよ。まあ一応バスターモードゼロがあるんで、一応出せればワンチャンあったんですけどね。とりあえずこれはさすがにヤバすぎるんで、これ破壊して、よし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 、オッケー、耐えクソ耐えてる、あーなるほど、あー強いね、いやそのワンドローすげえ強い。いやもうこれだってさ、エバリー出せないと、もうエバリーじゃねえや、アガード出せないと無理や、アガード出せねえから、1枚でアガード出せるくだねえんだよな、フォーチュンレディー、あー強え。あでもこれ戻しても意味ないよね、これ戻したらもう一回使えるもんね、これ戻してくんねえやろ、これ戻してくんねえ、押せんだよボケ、そういうか、ちょっとマジでさ、ちょっと、うわー強えやべえ、ちょマジでちょアーカイドスラッシュバスターのダメなところ全部伝えられたかもしれない、これスラッシュバスターのダメなところが全部出た、全部引くっていう
強いよ。なんだよこれ、おかしいよ。こんなはずではなかったのに、こんなはずでは。